皆さんこんにちは、引きこもりサワーの時間です。はい、見てますよ。ちゃんと見てますからね。やればやるほど人気がなくなるこの最近にどうしていいんだかわかりませんよ。はぁ、まあそれは置いといてですね、もうとにかく精一杯頑張るしかないとは思ってます。これからもよろしくお願いします。じゃあ行ってみましょうか。じゃん。ペンネーム月の子ちゃんさんからいただきました。月の子ちゃんさん、ありがとう。はぁ、いろいろ考えてくださって嬉しいですよ。そして、内容はですね、あ、これまたこの時期にぴったりですね。ぴったりといっても、悪い方のぴったりじゃないですからね。いい方のぴったりですよ。あー、これか。じゃあうまく言えるように、精一杯僕頑張りますね。皆さんも月の子ちゃんさんの一言をお聞きくださいませ。では一言どうぞ。卒業しても君の笑顔は忘れないよ。